鶴見警察署は、神奈川県警察が管轄する警察署の一つである。横浜市警察ブレーカー、第二方面に属する大規模警察署。識別証所,所属表示は NC。管轄区域である横浜市鶴見区は、東海道筋を中心に古くから交通の要所として、栄、え、下町情緒が残る、商店街が多く、臨海部は、京浜工業地帯の一部、内陸部は、 ベッドタウンとなっている。署の前には、箱根駅伝の舞台となる国道15号が南北に走っているほか、館内には国道1号や環状2号などの幹線道路が集中し、各種犯罪や交通事案が頻発する地域である。神奈川県下でも、有数の街頭犯罪多発地域である JR、京急鶴見駅周辺を中心として、 居住人口およそ28万人の鶴見区全域の治安を担う。所員数300名以上、所長の階級は警視制。所内には直轄警察隊が配備されている。管轄区域に指定暴力団山口組系並びに、稲川会系の組事務所のほか、朝鮮総連鶴見支部や朝鮮学校が存在する。箱根駅伝や牛尾田神社霊大祭等の祭事には、 所員総出で沿道警備に当たる。館内の大国不当には首都高速湾岸線を受け持つ高速道路交通警察隊の大国分中所も存在する。1922年の関東大震災時、数百名の朝鮮人をボートから救った大川常吉所長を検証する石踏みが後ろにある。 1922年から大川が所長を務めた当時の鶴見警察は、署員30名ほどの規模であった。ありがとうございます。